ミヘソケ語族は、メキシコのテワンティペクチ教とその周辺で現在、話されている言語からなる語族。メキシコ政府は3つのミヘソケ語族の言語を公式に認めている。ミエ語、または、エック語は18万8千人の和者が、ソケ語、または、オーデピー、トン語は8万8千人の和者が、ポポル家族の言語は6万9千人の和者があるとする。 しかしながら、各グループの内部分岐が甚だしく、このために、エスノローグは17の異なる言語に分け、ビクマンによる、現在のミヘソケ語族の分類は12の言語と11の方言を数える。ミヘソケ語族に属する消滅した言語には、チアパス州南東沿岸でかつて話されていた、タバチュルテク語がある。ミヘソケ語族は、歴史的には、現在よりもずっと広い地域に分布し、 グアテマラ太平洋岸に達していたと考えられる。テレンス・カウフマンとライル・キャンベルは、他のメソアメリカの言語に広く見られる、多数の借用語に基づいて、メソアメリカ最初の支配的な文化と、一般的に考えられている、オルメカ文明の人々はおそらくミヘソケ語族の言語を、話していたと論じた。カウフマンとジョン・ジャステソンはまた、ラ・モハラ石碑一号に見られるラ・モハラの文字で書かれた、 テクストの主要部分を、それが古代のミヘソケ語族の言語を表しているものとして、解読したと主張した。これらの主張はどちらも批判がなされている。マイケル・ディーコーとデイビッド・スチュアートは、現在知られているラモハラの文字の実例が少なすぎて、いかなる解読も十分確実に行うことができないと論じた。彼らはカウフマンとジャステソンの解読を他の資料に適用しようとしたが、 意味のある解読結果を得ることができなかった。釈用語については、ビクマンによれば、他のメソアメリカの言語に釈用された語はミエ語でなく、ソケ語のみであり、このことは釈用時期が、オルメカ文明が最も栄えたミヘソケソ語の時代より、ずっと遅いということを示すと批判している。ただし、ミヘソケソ語の分岐の時代は後に改められて、より早い時期に起きたとされたため、 この批判の論拠は以前より弱くなった。後にカウフマンは再びミヘソケ語族から他のメソアメリカの言語への借用に基づき、手置きカンでミヘソケ語族の言語が使われていたことを論じた。カウフマンはメソアメリカ言語圏を定義するのに使われる主要な共通点となる言語的特徴の多くが伝播するのに、ミヘソケ語族が重要な役割を果たしたと考えた。 ミヘソケ語族は他の語族と関係があるとは考えられていないが、20世紀、初めにエドワード・サピアはペヌーティ語族の中にミヘソケ語族を含めた。最近はトトナカ語族と共にトトソケ語族をなすという提案がなされている。以下のミヘソケ語族の内部分類はセーレンミクマンによる。以下のミヘソケ語族の内部分類はカウフマンジャステソンにより、 サバラが引用している。個別言語は太字で示す。ビクマンによって再考されたミヘソケソゴの音素は、比較的単純であるが、現代の言語の多くは二次的発展を経ており、非常に豊富な母音を持つものや、閉鎖音に、高音と、何音の対立を持つものがある。側面音、L を含む単語を少数持つ言語もあるが、おそらく犠牲語に由来する。は、とも再考された。 ミヘソケ語族は、祖語の母音と、正門閉鎖音や、H の組み合わせによる複雑な音節格によって、特徴を付けられる。複雑な音節末子音連結もまた娘言語に、典型的に見られることから、祖語にも再考することができる。ミヘソケ祖語の音節格は、以下のいずれかである、ミヘソケ語族は、主要部表示言語で、副統合語に属する。 形態論的に動詞は複雑で、名詞は単純になっている。文法的主語と目的語は共に動詞で表示される。脳格型アライメントが使われ、優勢性と主題性によって、順行、逆行が変化する。ミヘソケ語族の動詞では、独立説と従属説の2種類の基本的な節の種類によって形態的な区別がなされ、節の種類によって異なるアスペクト、 認証説字を取る。アスペクト表示には、従属説で使われるものと独立説で使われるものの2種類があり、不完了、完了、非現実の3種類のアスペクトが区別される。エスノローグは、ビッグマン以前の分類を使用しており、ウィリアム・ワンダリーによる、相互理解可能性と比較言語学的調査を基礎としている。この分類を歴史言語学者は採用しておらず、 ライル・ギャンベルの1997年の権威ある発表はビクマンの分類を使用している。見え、5波推定母語話者数9万素系5波、推定母語話者数6万。ありがとうございます。